あと誰がいる？ファースト、まあ、カズマとか村上もいるね。山川穂高でもいるし、山川もいる。ナイスワンダーシュート。シュート。そうか。やばいやばい、俺入る隙ないぞ。ということでね、前回の動画で対談をしますということで、今日は坂本勇人選手に来てもらいました。イエイ。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、坂本勇人が選ぶベストライン。現役選手で、はい、まあ、今12球団ってちょっと幅を広げてやろうと思うんだけど、勇人ならこういうメンバーを組むとやってほしくて、はいはい、ピッチャーはじゃあ3人、先発はこいつ、中継ぎはこいつ、抑えはこいつ。それ日本人選手ですね。そう、そうだね、日本人選手の方がいいよね。日本人の方がいい、ね、うん、めっちゃむずいな、それやったことないからね。だから坂本勇人が選ぶベストナインってどういうメンバーになるんかなって、やっぱすごい気になるところだから、それちょっと聞きたいなと思って。打順と守備位置で一番何々バリむずいな。一番勇人なら一番誰ですか？一番山田哲人。おお、哲人セカンド、セカンド、はい、なるほどね。なんで一番に鉄を持ってる？出塁率高い、盗塁成功率もいいでしょ、で、まあ、ホームランもある、鉄の場合打率が悪くても出塁率は絶対いいから、数多く出塁してなおかつスチールもできるバッテリーが多分警戒する、一番最適する、まあ、確かにあいつが一塁ランナーいたら相当ピッチャーは警戒する、まあ、キャッチャーも多分めっちゃ警戒するから。なるほどね。一番山田っす、ホームランもある、はい、一番。その次、2番、誰打つ、誰打つ？2番、近藤健介。うほほ、コンちゃん、レフト、レフト、うん、2番、レフト、近藤健介。すごいな、もう1、2番やばいな。やばいでしょ、コンちゃんって最初から打ちに行かへん、なんかイメージ、その初球とか2球目とか、その早いカウントでバンバン打ちに行くタイプじゃないから、まあその鉄の盗塁のチャンスも増える。で、まあ、なおかつ出塁率めっちゃ高いでしょ。めっちゃ高い。この1、2番の出塁率はもう多分いいよね。だってタイで言ったら4割ずつぐらいすごいよ、良ければ4割3分4分いくからね。いいよね、すごいね。3番、3番めっちゃむずいな、まあ、俺は3番あいつなんでしょ。3番ライト鈴木誠也。誠也3番いく、はい、3番ライト鈴木誠也、うん、おお、率も高い、うん、もちろん出塁率いいでしょ、勝負強いでしょ。誠也3番、3番山田、近藤、鈴木誠也。いいね、すごいな、おい。いいね、そんなチームで監督したいの。したいな。何もせんのかっこよ。そんな3人が来て4番は誰に任す？いやー、そこなんよな。4番ショート。やばいし、坂本。え、あと誰がいる？ファースト、まあ、カズマとか村上もいるね。山川穂高とかもいるし、山川もいるね。中田もおるし、ショーもいる。浅村もおるし、4番むず。お、ギータ忘れてた。ギータもあいつってギータのことか。ギータ忘れてた。ギータ4番やわ。4番、うん、4番ギータ、ギータ4番、4番、4番センターライト、センター、うん、4番センター、ギータ、柳田が行きましたよ。ちょっと次元が違うからね、バッティングのそのいないよね、日本人で。ギータのあのバッティングはなんなんやろね。ちょっとほんまに次元違うよね。あんまよくわからん。なんであんな普通にちょこんって当てたやつが普通に左中間とか入るから、あれはちょっと別次元やと思ってるな。一人だけ違うよね。じゃあ5番、5番 DH 浅村。5番 DH 浅村、指名打者ね。浅村は勝負強い。あ、ちょっと待って、5番ファースト浅村や。ファースト浅村、うん、ファーストってことは聖夜、リータ、浅村のクリーンアップね。浅村もなんか勝負強いイメージあるから。めっちゃ勝負強い。いいよね、ランナー溜まってる時に浅村っていう。そうだね、これはすごいな。じゃあ、あとはショートとショート、サード、サードキャッチャーが6番、 DH もでしょ。あ、DH も、まあ、狙んでない。誰がいる打つ？あ、吉田正尚。6番、指名打者吉田、うん、あ、6番って結構なんかチャンス回ってけへん、うん、6番吉田正尚来ました。正尚やな、今、うん、いいね。DH 正尚、うん、ちゃんとしかも右左になってるし、一応右左なってるし、右左。おお、あ、いいね。もしこれ相手ピッチャー中継ぎ誰投入しようってなったら難しいよね。左がワンポイントになってしまうから。そうだね。しかも吉田正尚とかもコンちゃんとか左とか関係ないもん、ね、まあ右左関係ないからね、みんなね。さあ7番いってみようか。7番じゃあショート僕いっときます。
7番でショート坂本やで。すいません、僕自分で入れてしまいました。7番やで。いや、ゲンちゃんも迷うよ、正直。いや、ゲンダとかはやっぱ守備、こんだけ打てる人いっぱいいるから。そう、9番にゲンちゃんとか入れても面白い。バントもできるし、まあでもなんか一応入れますね。7番に入れてきた、ショート坂本。俺逆にショートで早く以外思いつかないんだけど、多分これは誰に聞いても坂本って言っちゃうよね。でもやっぱ守備優先する人とかやったらさ、ゴールデンの7番で坂本ショート来ました。7番に2000本っていうのがいいんですよ。ちなみにこのメンバーの中で一番早いとかヒット打てる、一番試合にも出てるから、うん、じゃあ8番いってみようか。8番サードやね。1番サード高橋周平。おお、意外。高橋周平、俺松田さんだと思った。山内さんももちろん周平か。チームにいてくれたらもうめちゃくちゃでかいけど。そうか、守備がやっぱうまい、うまいし、バットコントロールいいからするとね、いい選手だわ、戦ってた。ああ、ヤクルトも神宮でどんだけ打たれたかな。ああ、そうなんや。すげえ行かれたよ。宮崎も迷うしね。そう、俺は年上か松田さんかと思ったから。松さんとね、その3人やもん。なるほど。じゃあ9番キャッチャー、俺9番キャッチャーどっち選ぶんだろうと思ってんだよね。9番キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー大事だからね、これ試合を作っていく。 OK、決まった。決まった、うん、迷った、2人で2人で迷った。俺も2人で迷ってる。で、俺も今決まった。 OK、 いく、せーの。9番キャッチャー海沢、はい、あれそう、アツか。はい、いや、アツもさ、もちろんアツ、カイ、あと梅ちゃん。あ、梅野。この3人は、まあ、アツやっぱ打つからな。そうなんだ、俺やっぱ打撃をちょっと優先しちゃったんだよ。でもやっぱこんだけ打てるから、ちょっと守り、はい、梅ちゃんも上手いしね、うん、そのハンドリングハンドリング系がめっちゃうまいから、梅ちゃんもいいし、甲斐はやっぱ、すごい考えて野球やってるなっていうのを対戦して思うから。まあ、盗塁されもんね。まあ、甲斐かな。甲斐来ました、9番キャッチャー甲斐です。うん、梅ちゃんも迷った。なるほどね、うん、こう、まあ一応坂本勇人が選んだこの9人っていうのはオリンピックのメンバーになってもおかしくないようなメンバーだよね。これが2021年のね、当然このメンバーは絶対入ってくると思うし、まあこの打順になるかは分かんないけど、これで戦ったらもう間違いなくね、金メダルで取れるんじゃないかなって思うし。あ、そうだ、ピッチャーやってない。ピッチャー先発、先発、日本だけだもんね、日本球界先発、先発。もう菅野でしょ。菅野、菅野だよね、それはもう。まあ千賀もね、うん、千賀もいいっすね、別に。千賀を中継ぎ入れるっていうのもありだから。まあまあそうです。で、隼人が3イニングずつ投げさすんだったら、まずは先発菅野。うん、1回から3回まではもう菅野がピシャッと、これはもうキリキリまで倒せる。すごいでしょ、キリキリまで。みんなすごいって思ってスライダーが。で、まっすぐもやっぱ速いでしょ、まっすぐも速い。で、今年はフォークが、あれがもうすごかった。へー、マジでもうまっすぐに見えてる。へー、千賀のフォークっていうのはちょっとこういうね、菅野のフォークはね、まっすぐに見えるね。使ったな。へー、中継ぎ、中継ぎ、中継ぎは山本由伸。由伸、由伸、由伸、由伸やね、山本由伸。うん、いいね、由伸。菅野が3回まで行って、4回から6回までは山本由伸。うん、やばいっしょ、球すごいね、まあ、全部速いね。まあ一応カーブとかもやっぱあるけど、コントロールいいしな、自分から崩れていくタイプじゃないから。いいよ、プレミアの時もあるけど、中継ぎになったらさらにすごいな。球速いし、コントロールいいし、ね、6回までは山本由伸。さあ最後ラストを締める、ラスト締める、もうこれ絶対的な守護神にダルビッシュ。でもね、抑えピッチャーに特化したくないんだよ俺は。こいつも抑えってやったらすげえだろうな、1イニングっていうピッチャーとかも言いたいんだな。だったら1人しか。そう、マジで。うん、そうなると1人しか。1人抑えやらすってやるんやったら1人。1人、せーの、せーの、大野、千賀、千賀千賀か。雄大もいたな、うん、そうやな、右ピッチャーばっかりだって思ったな。でもやっぱ千賀1イニングはきついぞ。きついか、160ぐらい出るし。まあ確かに、フォークあるし、まあ、ちょっと調子悪い時とかコントロールばらけたりとかする時、うん、何回か見たことあるけど、まあ、そういうのがまあ抑えて難しい。それがポンって出ちゃうとあかんからね、やっぱり。まあでもやっぱ千賀やな、1イニングで任せちゃう、任すんやったら。いやーすごいね、菅野投手、山本由伸投手、で最後は千賀投手。これが一応坂本勇人選手が選んだベストライン、そしてピッチャーの先発中継ぎを抑えて、これが一応坂本選手が選んだベストライン。これでもさ、勇人やっぱオリンピックとかってさ、うん、やっぱこうベンチで盛り上げていくやつって必要だと思うんだよ。例えばちょっとこう乱闘になったりする時もあるんだけど、そういう時もやっぱ先陣切っていくやつって無駄だと思うんだよ。
と自分の身を削ってでも守るっていう、じゃあ入らない乱闘で先陣切るタイプではないでしょいやいや、例えばなんかちょっと大事な時バント行ってほしいなとか、バント行ってほしいな、源田やね、源田か源田か源田か、だってヤジとかベンチわーって言ってても通じみや、そうやな、俺のそう、俺の言うてもてるけど、そっか、俺何かでダイソーだったらシュート、あ、そうかそうかやばいやばい、俺入る隙ないぞ、やばいやばい、元気印やったらやっぱマッチさんがいるんで、そっか、やばいやばいやばい、スタンドで旗とか日本の国旗こうやってこれ俺はもう全力で旗振る俺はマジでその時はもう全力で旗振る、来ました、僕は結局はスタンドで旗振りしてこれでも僕は日本を応援しますまあということでね、これは坂本勇選手が選んだベストメンバーということで、いつかこのメンバーが絶対ね実現すると僕は思うんで、皆さん楽しみにしましょうということで、坂本勇選手が選んだベスト9以上です。チャンネル登録、いいねボタンお願いします、お願いします、グッバイグッバイ